うまかった楽しんだ丸一日。どうも、東海釣り三昧です。今日はね、太平洋表浜に来てます。キスの投げ釣りに来ました。今回使用するタックルはスピンパワーの 405BX に、ミニキススペシャル CE の、ADT スプールの7度がついてます。さっきまでね、これのテストをしてました。いろんなテストしてたんでね、前回前々回の動画でね、なんかその比較やらテストやらが出てるので、もしよろしければ見ていただけるとね嬉しいです。一応カウンターとかも使ってね、飛距離測ったりしてましたね。はい、で今から釣りを開始したいと思います。もう8時です随分テストでね時間食った。2時間やってたな。釣れるかな。とりあえずここでやってみて、ダメそうだったらちょっと湾内に移動するかもしれないです。で、今週末かな、今週末ダイワの大会が堀切の方で確かねあるので、向こうのもっと、まあここから見たらもっと西の方ですけど、あっちの方は多分ね人が多いんですよね、下見で。ということで、まあここで、ここも結構人が多いですけどね、魚がいるかどうかは分かりません。まあとりあえずやってみますか。釣れたらいいな、表浜で。餌はね、今日はイシゴカイオンリーです。お隣さん見てる感じだと釣れてなさそうなんだけど、釣れるといいな。天秤はね、デルナで適当に作った L 型のブラ天秤もう腕にね直接こんな風にスナップみたいにしちゃってみたどうだろうね。これだったらね、材料がもうデルナをそのままデルナだけでね改造できるので、デルナの腕切ってね、でその腕をそのまま再利用してます。5本針27号ですね、重りは。よし、投げれた。普通に飛距離は出てない。5尺半。まああとはちょっとね、のんびりやりますか。ちょっとね、慣れるまではおっかなびっくりで投げてると思うのでフルキャストも怖いんですけどね。結構海がね、濁りが入ってるんで、手前だけっぽいけど濁り入ってるの。どうかな。お、当たった。ちっちゃい。フグかな ?5 色入ったところ。5色のラインね。 4.8 色か 4.9 色ぐらいのところですね。結構近くにいるのかな。キスかな。でもちょっと分かんなかったな。ピンギスかフグか。ああ、キスだ、キスだ。キスっぽいけどな。ああ、石持ちだ。キスと石持ちだ。やった、好きなんだこれ。あとキスがすれがかりしてるんだ、それで重たかったのかな。まあ、とりあえず魚はいました。キスもいた。表浜1号だ。やった。あ、違う、すれがかりじゃない、かかった後に絡んだんだ、仕掛けがちょっと。やった、表浜用、表浜キス第1号。ちっちゃいけど12センチぐらい。もうちょっといいサイズがついてほしいな2回目のあたりキスだと思ったら違ったんだ。石持ち、違う、ミベか、ミベ。キスは10、あ、もうちょっとあるわ。13センチ。キスは13センチです。やった、ミベ。隣のおじいさんがこれ狙ってたんだな、濁りの中で。石持ちか、ミベか。ミベだな。多分石持ちもっとね白いんだと思う。これうまいんだ、持って帰ろう。割と普通に投げれるわ。6色半ぐらいから全然当たらないなと思ったら、今度は4色に入ったところにいた。最近結構近くにいることが多いね。
手前は結構ね、抹茶茶なんだけどね、20メートルぐらいかな、20メートルぐらいのところまではもう本当に茶色で、その後ろがちょっとグリーンがかってて、で沖の方は割とね水がクリアっぽいんだけど、見た感じはでも割とそのグリーンのちょっと若干濁ってるところら辺にいそう。よしよしよし、いたいたいた。さっきよりちょっとサイズが、あ、そんなことないか、ちっちゃいなちっちゃいけど、はい、表浜のキスです。綺麗だね。なんだ、なんか変な当たりだな。なんだ、石持ちかな、またニベか。まあどっちでもいいかこれもね、うまいんだ。漬けにしたりしてね、すると美味しい。ニベがなんかグニュングニュングニュンっていう引き方するんだね。あんまり首振る感じじゃなくて好きなんだよね。血抜きしてもいいかもしれないけど、まあいっか。ちょっとね、穏やかな湾内に移動してきました。でついでにタックルチェンジ、キススペシャルの 405DX プラスに16のキススペシャルノーマルオシレート。16のキススペシャル持ってなかったんだけど、このキススペシャルの竿に合わせたくて、でフリーゲンをねこの前塗装したんですけど、ちょっとね状態がかなり悪くて、安いやつがたまたまあって、でかなりねゴリゴリで、ゴリ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 、これはまずいなと思ったけど、グリスアップしたらね結構良くなって、でラインローラーもね、ライン巻こうとしたらゴリ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 って入って、でそれもベアリング変えたら良くなったので、なんかちょっとねラッキーで低価格で手に入ったので買ってしまいました。まあ、ちょっとねメンテナンスして直んなかったらどうしようかなと思ったけど、まあ直ったんでね良かったです。じゃあねちょっと湾内で仕切り直しで始めたいと思います。柔らかい。ちょっとね場所を移動してきたんですけど、コングさん登場です今度のねオフ会のあのプレゼント用に天秤をね作ってきてくれたので、でついでに横で一緒に竿を出していくわって言って、当たらんかな。海の状況はすごい良さそうなんだけどね。当たりましたよ。もう一匹来ないかな。2色半、えらい近くで当たったね。いた、ちっちゃ、ちっちゃいけどいい当たりだった。あ、外れちゃった。ちっちゃいけどね当たりは良かったよ。13センチ。またねコングさんと喋ってたら当たりましたよ。3色だね、3色の中2色ちょっと。結構いい当たりだったけどな。ちっちゃいけど元気って感じ。昼だ。ちっちゃいっすよ。13、4センチですね。ちっちゃいっすね。あ、いましたいました。お、今日一ちょっと遠かったっすわ。遠いって言っても4色の中ですけど、今日1で16センチ。あ、16センチか、16センチちょっと。
よし、まあぼちぼちかな。ハマグリ取りたいんで、ハマグリ取って帰ろう。それでは帰りますか。それではコングさん、どうもありがとうございました。回しとるじゃん。回してます。今日のゲストはコングさんでした。はい、お疲れ様です。ハマグリとりあえずゲットです。いた。でかいの来た。いいね、このサイズ。他もね、そんなにちっちゃくないんだけどね。いいね。もうちょこっとだけやったら帰ろっかな。これでかいわ。やった、初めて取った、こんなでかいの。楽しい、楽しいな。食材探し、宝探しというのの食材探し。一応これ取ってるたんびに言ってるけど、ハマグリは一応3センチ以下はあの再放流です。多分これが持ち帰りの限界サイズ、3センチ。これ以下はね、一応再放流になってます。愛知県はね、このぐらいのサイズですね。これが多分 2.8 とかそこらだと思うんだけど、こんなんはね結構取れるんだけど、これは一応もう再放流です。結構取れたね。これ鏡貝かオキシジミかどっちかわからん。鏡貝かな。中開けてみりゃわかる。オレンジだったらオキシジミ。ちょっとね、貝殻だとね見た目がわかんない。あ、結構取れたね。この3つだけでも十分だもんね。よし、帰りましょう。楽しかった。いやー、今日はね、ちょっと疲れた。さすがにちょっと疲れたな。まだね、3時、4時、4時前なんだけど。今からね、帰って、今日釣った、キスと石餅、違う、ニベか。ニベと、あと、ハマグリ。ハマグリも収穫したので、ね、この3品。まあ、ハマグリともう、あと、ちっちゃな、ちょっとね、大きめのアサリと、オキシジミと鏡貝かな。まあまあ貝が3種類ぐらい多分いて、でキスと、まあ、ちょっとちっちゃかったけど、キスとあと石餅、2べか。それじゃあね、今から帰ってね、今日収穫したお魚と貝たちで、どうしようかな。まあちょっとどうするか分かんないけど、晩酌にしたいと思います。はい、準備完了しました。こちらね、炭火ができてます。んで、左から鏡貝、砂袋だけね取って、で中にねバターが仕込まれてます。でハマグリ、ハマグリ、ハマグリで、このオレンジ色の方がオキシジミで、この右上がアサリ。このねオキシジミもね、中にねバターが仕込んである。アサリも。で、醤油はちょっとね、もう先に味付けしております。で、ハマグリは何も味付けなし。で、これはこの前も作ったね、キスの干物。一番右のでかいやつ、これ結構でかかったからね、これはもう中骨取ってホクホクの状態で食べたいなと思って、中骨を取っちゃいました。あとは全部中骨ついてます。あ、またわさび忘れた。で、こちら、石餅。石餅の串焼き。で、もう一匹は僕の明日 の, あの晩酌のおつまみにしようと思って、漬けにしたいなと思ってます。で、これは石餅のあらで取ったあら汁、あらの味噌汁で、あらがね結構ブヨブヨになっちゃったからね、だしだけ取って味噌汁にしました。はい、豪華だね。完成。はい、完成しました。とりあえず乾杯しよう。超腹減ってるけど、いや、それではお疲れ様です。乾杯。たまらん。いただきます。まずは味噌汁がね、熱いうちに。若干臭みが出ちゃったんで生姜入れようかと思ったんだけど、今回はニンニクを入れました。で、アラはねもう全部取れちゃってるから、もう汁だけ。いただきます。あー、うまいわ。ニンニクいいよ。ニンニク味噌汁パンチがすごい。とりあえずめっちゃお腹空いてるから、
汁物かな。ああ、うまっ。ああ、いいね。んで、キスを焼こっか。これね、扇風機に当てといたんでね、外出して、今日は晴れてたから外に出して扇風機に当ててずっと乾かしてたんで結構パリパリです。貝も焼こっかな。まずこれね、持ち手の方はね、炭から出しとかないとね、持てなくなる。この身が乗ってる方だけ炭側に出しての方がいいと思います。鏡貝とオキシジミ、オキシジミみんな持って帰らないみたいなんだよね。あとアサリもいとこっかな。それでもね、殻がね、たまに外れる時があるから気をつけてる。今日は備長炭がね、すごい爆長って言ってパンパンってめちゃくちゃ外れて、今日盗みちょっと大変だった。この石餅も焼いちゃっていいかな。くっつくかな。網が結構温まってるからね、いけそうな気がするけど、くっついちゃおうかな。しまった、キス焦げてしまった。キスです。いただきます。うん、うまい。ちょっと火が強いのかな。これ美味しいよ、本当に。キスの開き12、3センチぐらいのキスがいいと思うな。このオキシジミ、オキシジミ良さそうだね。もういただきます。うん、うまい。これみんな捨ててくんだよね、うまいのに。こちら鏡貝、いただきます。どうなんだろう、こんなでっかい鏡貝は初めて食べるけど。歯ごたえがすごい。あ、でもうまいよ。ちょっと下処理がちょっとね、めんどくさいのかな。ちょうどいい台ができた。うん、アサリ、アサリが最後になっちゃったよ。アサリです。殻が入ってる。うまっ、アサリうまっ。一番でっかいハマグリは最後に取っときたい。オキシジミ、ちょっとね、オキシジミこれちょっとね、なんか非常に置きづらい。めちゃくちゃ豪華じゃない、ここ。豪華バーベキュー。ハマグリできた。めっちゃいい感じ。あんまり焼かなくてもハマグリはいいらしい。つゆから先にいいかな。あー、うまっ。あたまらんね。ハマグリ、おいしすぎるわ。あけ、
石餅の串焼き、なんかすごいいい感じ。焼きすぎかな。あ、でも結構焼きすぎぐらいがうまそうだけど、これは。いただきます。うん、おいしい。ちょっと独特の風味があるけど、おいしい。でもやっぱ漬けだな。この魚は漬けが合うわ。身がね、ねっとりしてるんだよね。おいしいでも。あ、お腹の身の方がね、おいしい。しっぽり。このステンレスのね、串ね、口に入れるとなんかね、キーンってする。でも他になんかいいのがない。なんかあるのかな、こういう細い串。2本刺さないと回っちゃうね、クリックに。おっきめのキス。背骨なし。頭だけカリカリにしちゃえばね。あとは身はね、ホクホクのまんま。背骨がないからね。うん、あとえキスも美味しい。最高だな。はい、最後、でっかいハマグリ。これはでかいよ。なかなか売ってもないぐらいでかくないか、これは。うわ、うまっ。うん、うまい。贅沢や。最後、ラスト締めはね、ギスの開き。これうまいよ。うまいと思うけどな。もうちょっと焼いた方がいい。今日はわさびつけてないけど、うまい。あ、最高だわ。ごちそうさまでした。うまかった。楽しいんだ、丸一日。いやー、大満足だね。最高でした。ごちそうさまです。はい、ということでね、今回はね、表浜のキスの釣果。表浜キス初釣果の投げ釣り釣果&おまけのハマグリ収穫でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。